時刻は8時1分になるところです。なにわスワンキーズの熱狂男ドアホープロ野球の時間になりました。ずっと去年のシーズン4からですね、この ABC ラジオの第3スタジオで毎週新ネタを披露していただきまして、はいはい、で、これ ABC ラジオの公式 YouTube チャンネルに週明けに作業しましてアップをするということになっておりますので、はい、今はこれ音声でお楽しみをいただいて、はいはいはい、この後画像でもしっかり、動画でも見ていただけるということ で、またあの嬉しいことに去年はここで作ったネタをねブラッシュアップしてライブでもどんどんやってくださってますので、はい、今年もそんな感じでやっていきたいと思います、はい、ということでそれではお願いします。どうも、なにわ関です。お願いします。お願いします。嬉しいね。はいはい、いやちょっと聞きたいんですけど、何でしょう、はいはい、最近万引きしてる。どんな質問やね。一発目やぞ。してない、してない。やってるな、これは。やってるかい。一番やってそうな顔ですから、うん、いや俺は万引き以上やってるから。やるなよ。怖い、怖い、色々ダメですから。やめてくれ。いや僕万引き G メンってね、それかっこいいなって。あ、まあ確かにかっこいいね、ああいう人らは。ちょっと今日やらせてもらってもいいかな。あ、いいんじゃないですか。あ、どうぞどうぞ。じゃあ俺が、はいはい、万引き G メン、万引き G メン、純子、純子、純子さん、女性、おばはんな、おばさまな、うん、うん、で、リュウジが、あ、俺がスーパーの店長、店長、リュウジ、あ、リュウジ、うん、あ、そのままね、そのままね、いいです。中西が、俺がよ、伝説の万引き犯、万引き犯、背広の平八郎。名前出さない。え、めっちゃ嫌よ。いや、あの背広のまま万引きするから、思った通りよ、うん、そう呼ばれてる。むっちゃ嫌よ俺。店長、店長、どうした、純子、店長、どうした、純子、ついに背広の平八郎捕まえました。あんま名前呼ばんといてくれ。よくやった純子。おい、お前が伝説の万引き犯、背広の平八郎が。全部言わなあかんか、これ。観念しや。やかましいね。あんた捕まえるためにな、ああ、防犯カメラ100台、捜査員100人増やしたんやで。でけへんやつばっかりやの。赤字やわ、正直。一人ぐらい捕まえろ、俺。ああ、暴れるな。暴れてなかったよ、俺。お前、どうせ初犯じゃねえんだろ。どうやろうな。お前、嘘ついてもわかるからな。調べてみたらどうでっか。嘘ついてんのはどっちかな。純子？結婚する、結婚する言うてもう15年。結婚？すっかりおばさんになってしまった。結婚？純子、それはちゃんと話し合おうって言ったじゃないか。結婚？万引き犯は見つけれても真実の愛を見つけられなかったみたい。付き合ってやんねや、気まず。あれ？ちょっと防犯カメラ見て。今お肉コーナーにおんの地獄の万引き犯は、セーラー服の裕次郎よ。変態やないかい。あいつ、早行け早行けよ。おい純子、今そんなのどうでもいいよ。どうでもよくないよ、変態が万引きしてるから今。捜査員のみんな聞こえる？なんやねんおい。今すぐ爆破してください。やりすぎやわ。粉々に。万引きやで。で、手空いた人から半額のシール貼っていって。万引きじめってそんなもんすんの？おい、ベラベラ喋ってんじゃねえぞ。喋るやん、粉々にしてって言ってたで今。お前の今の姿、親御さんが見たらどう思うか。親は関係ないやろ。いつになったら親御さんに会えんのかな。待っとるよ。いえ、純子、それはね、タイミングが合わないんだって。いいですよ、こんなん。万引き犯探すより、新しい男探した方がええみたい。勘弁して。あれ、ちょっと防犯カメラ見て。え、今、お魚コーナーにおんの、天国の万引き犯。花嫁姿のしげぞうよ。また変態や。あいつ。早行け、早行け。おーい、純子。今俺一人にするんじゃないよ。どんな理由やねん、おい。町中の変態が集まっとんねん今。捜査員のみんな聞こえる？またかい。店長と私付き合うてます。言う必要あるそれ。全捜査員に告ぐ。なんやねん。拳銃の使用を許可する。おい、やめろよ。バンバン撃ってください。おい、花嫁姿のしげぞう撃つなよお前。私はシフト組んでるから何かあったら言うて。全部やるやんこの人。おい、はしゃいでんじゃねえぞ。はしゃいでるように見えるこれ。おい、ちょっと順貸せ。なんやまた。おい、みんな聞いてるか。なんやねんお前も。ちょ、そのまま聞いてくれ。なんや純子、結婚しよう。どこでプロポーズしとんねこいつ。結婚しようって言ってるけど、あんたはどうする？赤ちゃんおった、お腹の中に。気づかなかった。あー、暑い暑い。なんや、誰かさんが体中にキスマークつけるからずっと長袖着とかなあかんわ。きっついのこいつら。みんな聞こえる？なんやねん。店長と私、結婚します。知らんねん。おい、絶対幸せにするよ。どうでもええ。なんじゃこれ。かっこいいやろ。どこがじゃ、もうええわ。どうはい、ありがとうございます。